お聞きの通り音楽が流れておりますので一時中断しますって言って中断しました。で再開の時に問題用紙を着替えてくださいって言わなかったので先読みが全くできなかった人が出ちゃってこれが不公平になっちゃった。最初の受付の時からもう密でしたからね。完全に全体的に結構難易度上がったなっていう印象でした、ね、かなり難しい表現場面が浮かびづらいのが本題始まりました。モテチャンネルです。今回はですね、第256回トイック公開テストですね。トイック L&R 公開テストを受けておきましたので、その感想を言いたいと思いますね。256回は午前の部なので、午前中ですね、初めて日本では午前受験してきましたね。まあ韓国ではね、午前受験やったことあるんですけど、いや普段寝てる時間にね、行くっていうのはなかなか大変だったんですが、いやー大変ですね。まあタイトルにもある通りですね、初めてですよ、リスニング中断したの。今まで中断じゃなくて、ここ騒音が流れてしまいましたのでもう一度流しますかっていうのはあったんですよね。まあ選挙カーとかが来ちゃっててうるさかったのでここをもう一度放送しますかって言ってまあ大体誰も手挙げないんでもう一回っていうのはなかったんですけど、まあカナダで DJ がねすげえうるさく DJ プレイしてた時もそのまま続行しましたし途中で中断するってことはなかったんですね。で今回初めて中断です。凱旋の車ですね。あれが来て憲法9条改正って言ってましたね。この間の正誤問題講座の問題文と同じですけどすごい大声で言ってでなかなか通り過ぎなかったんですよ。止まって演説してんのかなっていうぐらいだいぶ長いこといてでまあだんだん近づいてきてるなっていうのもリスニング中に分かったんですけどリスニングやっててああだんだん近づいてきてんなっていうの分かったんですがすごく近くなったところで中断。お聞きの通り音楽が流れておりますので一時中断しますって言って中断しました。てっきりその前のね部分もまあ既にもう音楽流れてたからもう一回やり直すのかなと思ったんですけどやり直さなかったですね。中断したところからスタートだったんだよね。ここにねかなり運営の問題がありましたね。でそのストップしてる間に僕ずっとねトイレ行きたかったんでそう朝起きてすぐだご飯食べずにね受けに行ったんでその代わりスポーツドリンクと栄養ドリンクをねぐわーっつってたくさん飲んでったんでもうトイレに行きたくてしょうがなかったんですよ。まあラッキーなことでねドアの真横だったんですぐに外出れるとこだったんでああこれちょうどいいやと思ってもうリーディングの時に行こうって決めてたんですけどただリーディングの時行ったら当然試験時間マイナスされちゃうんであこのタイミングで行けば中断中だから試験時間減らないと思ってまあ不幸中の幸いですよね。トイレ行ったんですけどただまあそれやっちゃうと他の人も行っちゃうじゃないですか。それがね申し訳なかった。自分はすぐに戻ってきたけど他の人が戻ってこなくて結局その人待ちになっちゃったんですよね再開が。で十何分経って試験が再開されたんですけどパート4だったんだけどパート4とかって普通先読みの時間あるじゃないですか。先に設問選択肢見てからそれで聞くっていうのがまあ解き方としては一般的なんですね。でもその時に中断の時にもう問題閉じてくださいって言われてみんな閉じてるわけですよ。で再開の時に問題用紙を開いてくださいって言わなかったので何番から再開しますしか言わなかったんですよ。だからもうさっさと開いちゃってる人もいればえ開かずに再開なんだけど先読みが全くできなかった人が出ちゃってこれだから不公平になっちゃったんですよね。隣の貧乏ゆすりしまくっててすごい困ったの外国人の方もさっさと開いちゃってたんだけど自分はえ開いていいのか分かんないんだけどどうするんだろうって思ってかなりギリギリに開いて先読みの時間なかったんですよ。中断前に先読みはしてたんですけどもう覚えてないですねそんな十何分も前なんで。でああやべもう先読みの時間なしにもう再開だって思ってもう先読みなし状態で始まりました。で自分は先読みなくても解けるんですけどよりによってねそれが難しい大問だったんでああここの会場の多くの受験者この問題落としたなって思いましたね。あれは良くなかったですね。ちゃんと言うべきでしたね。まあこんなことまずないですからね対処の仕方も分かんなかったんだと思いますね。まあ、自分がトイレ行った時もね受験番号と名前をとかって聞かれたんですけどいや受験番号なんて覚えてるわけないでしょみたいな教室に置いてあるのに やっぱこういうのなかったんだなと思ってまあ責任者の人にねこんなことあるんですねみたいな感じでいや初めてですよ迷惑な話ですみたいなね会話をしたんですけどでまあ都内のね最大会場のうちの一つだったんですごい迷惑を被った人は多かったと思いますね。多分500人ぐらいいるとこですもんね2部屋で。ああで今回は2121で座ってるんでみんな2のとこだったんでねまあついてなかったですよね。もう貧乏ゆすりで机がガタガタ揺れてるのがすごい嫌だったけどああ1のとこが良かったなって思ったんですがそうだから普段は2222でね座ってものすごい人数になる会場なんですけどで感染症対策みたいなのねもうするっていう風にはまあ本部はこうやれって言ってやってんでしょうけど無理ですね。もう超大人数会場だからそんなもう不可能超密部分に分けて退出させるかなと思ったらそのまま
まま一部屋丸々退室一気にさせたんで、もう超混みでしたね帰りね。まあ階で分けてたんだと思うんですよね多分ね。自分が上の階で、上の階が退室した後に下の階でやってたと思うんですけど、下の階の人たち見なかったんで。いやそれでももうダメですよ。最初の受付の時からもう密でしたからね完全に。下にね実はテープでこれだけ距離を空けて並んでくださいっていうのが引いてあったんですけど、無理です。もうそんな人が超いっぱいいるのにスペース自体ないですから、そもそも並ぶ。それ通りにやったらね、もう廊下の超絶後ろまで行かなきゃいけなくて、でその超絶後ろまでその線なんか全然なかったですから、テープのね。もう予想外に人がブワーって来ちゃってて、もう完全密状態でしたね最初のチェックから。これからねまた感染広がっていくだろうから、ちゃんとやんないとダメですよあれは。ではそれぞれのねパートごとの感想を言っていきたいと思いますが、まずパート1はまあ普通ですね。全然難しい表現は、まあ、ちょっとね同じ選択肢が続いたりとかして、えみたいに思った人はいるかなと思いましたが、まあ表現さえ知っていれば解けるかなと思います。難易度はただ上げてる感じがありましたね。あんな複数の人がいる中で一人の人にフォーカスした選択肢とかも出てくるんだなっていうのがちょっとおっって思いましたね。でパート2ですね。やっぱり変化球が大変ですね。いやもう慣れたんですけど自分自身は。やっぱ序盤にストレートなもう返答のものが並んで、後半に変化球がいっぱいって感じですね。もう多分周りの人たちも変化球で、どれどれってなってたと思いますね。めちゃめちゃ隣の人の消しゴムがボン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 動きましたから、後半ね。あやっぱそうなんだなっていう風に思いました。でパート3、レベル上がった感がすごいある。まあそもそも全体的に結構こう難易度上がったなっていう印象でした。かなり難しい表現、場面が浮かびづらいのがポコポコ出てきて、一問あってなったのありましたね。消しましたね。引っ掛けを先に読んで、でああもうこれだなって思って塗ってたら、あ違うんかいって塗り直さなきゃいけないのが出てきたりとか、ちょっと厄介でしたね。パート4も難しかったです。まあ中断があったせいもあるんですけど、それでもやっぱりね表現だったり場面が浮かびづらいものが出てきたんで、3,4 のレベルがだいぶ過去2回自分が受けてたものよりは高いなっていう印象です。でパート5も難しかったですね。今回ね全知識がかなり多かったんで、そのせいでレベルがだいぶ高かったと思います。全知識ってやっぱね勉強しないからね、動詞とか名詞とかの相性で解く問題だったんですけど、知らなきゃ無理ですからね。その全知識を勉強したってその表現出てくるわけではないので、むしろこの名詞とか動詞がこの全知識と一緒に使うっていうのを知らなきゃいけないんで、かなり面倒だと思いますよ。うわレベル高っていう風に思いましたね。だ全体的に難易度は高かった。でパート6もやっぱ場面が浮かびづらいですね。この文挿入問題わざわざ見直しちゃいましたもん、うん、これしかないだろうなって思うけども、本当かなって思って場面が分かりづらくて見直すっていうのが結構あったんで、これもややな。でパート7はまあ難しかったですね。これはパート7はかなりむずい。これも同じですね。場面が浮かびづらいものと何単語がいっぱいあって、でさらには数字が関わってくる問題が多かった。今回はですね別に計算とかはしないんですよ。計算はしないんだけども、その数値が正解の選択肢にいくつも入ってたんで、しかも照らし合わせてやんなきゃいけなかったりするんで、かなり情報処理がめんどくさいですね。だから数字とかが出てくるとえってなっちゃう人とか結構いるんで、 3,4 問あったよね。これは難しいなと思いましたけどね。ただ全体的にはかなり難しい回だったと思いますね。まあ、ただトイックってフォームが複数ありますから、同じフォームだったとは限りませんので、そこは知っておいてください。なんだかんだでいろいろ大変だった回になりましたね。全体的にかなり苦戦しましたね。それでいて朝寝てる時間に受けてるから、なかなか面白い戦いでした。でまたですね6時から生放送でやりますので、そこで感想、まあコメントでいただければいいんじゃないかなと思います。まあ午後の回は僕受けてないので、午後の回受けてスカイプで参加したいですっていう人はぜひ、まあツイッターのね DM かなんかいただければと思います。出演していただければと思いますね。問題覚えられている方ですね。またあとはコメント同士でね助け合うとかっていうの毎回起こることなんで、コメント同士でやってもらえばいいかなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.